卓球の国際大会、WTT コンテンダーブトハラが23日、中国、大原で行われ、女子シングルス1回戦でパリ五輪代表の世界ランク13位、平野美宇、木下グループが、同139位のシンガポール選手を下した。夢舞台開幕まで約2ヶ月、2ヶ月後にどのようにピークを持っていくか考えながら試合や練習をしたいと冷静に話していた平野が、 格下を3 0ストトレートで1周した今大会には早田ひな日本生命中国女子のパリ五輪代表の孫敬さオー大番育は出場していないパリ代表に入れなかった伊藤美誠スターツも初戦を突破した